マルビーダフォン・マイゼンブークはドイツの作家。その作品にはメモリーズ・オブ・アン・アイディアリストがある。マイゼンブークはフリードリ・ヒ・ニーチェやリハルト・ワーグナーの友人だった。1890年にはローマでフランス人作家ロマン・ロランに出会っている。ヘッセン州カッセルに生まれる。父、カール・リバリエはフランス経由軍の教徒の子孫でビルヘルム一世から マイゼンブーク男爵の称号を贈られている。マルビーダは十人兄弟の九番目で、自分の格好たる政治信念のために他の兄弟たちとは絶縁していた。兄弟たちのうち二人が立身しており、一人はオーストリアで、もう一人はカールスルーエで役人となっていた。とはいえ、フォンマイゼンブークは自分の家族に連絡を取ることを拒否し、最初はハンブルクの自由社会に住んでいた。 1852年にイギリスへ移住、教職と翻訳の仕事で生計を立てた。その後、レドル、ロリン、ルイブラン、ゴットフリート・キンケルラ、共和主義者たちに会っている。彼らは皆、政治亡命者だった。イギリスでは、カール・シュルツとも知り合っている。1862年には、フォンマイ・ゼンブークは、ロシア社会主義の父として知られるアレクサンダー・ヘルツェンの娘、 オルガ・ヘルツェーンを伴ってイタリアに移住している。1873年、オルガ・ヘルツェーンはガブリエルモノと結婚し、フランスに家庭を持つ。しかしマルビーダの健康が優れなかったため、オルガと行動を共にすることはできなかった。フォンマイゼンブークはニーチェに何人かの友人を紹介しているが、ヘレーネフォン・ドリュシコーイッツもその一人だった。 ヘレーネは1876年の秋にパウルレーとニーチェをナポリを見下ろす町ソレントに招いている。その地でレイは道徳的感覚の起源をニーチェは人間的なあまりにも人間的なをそれぞれ表したのである。マルビーダフォン・マイゼンブークは1903年にローマで亡くなった。ローマ市のプロテスタント墓地に埋葬されている。ありがとうございます。